はい。えー、てれちゃんです。えー、今日はですね、あのー、発想、ゲームの発想はもう12歳で決まると、えー、いうことですね。あのー、それについてちょっとお話したいと思うんですよね。あのー、私、あの、以前にですね、ちょっと、右脳開発の、えっ、ー、と、そういう、あのー、まあ、スクールというか、があって、で、そこと提携する話が昔あったんですよね。で、まあ、そこのノウハウもいただいて、ま、いったんフラッシュカードとかね、なんかいろいろあるでしょう。で、それでま、あの脳のね、そういう開発をしましょうというコースなんだけど、 えー、残念ながら、それはちょっとできなかったんですけど、まあ、あいろんなノウハウをいただいてね、そこで、あの、<coughs> 言われたのが、えっ、ー、と、大体そのいろんなこう発想力とかそういうのも12歳で決まるよって、で、それ以降になるとちょっといろんなことを発想するのが難しくなるよと、こういうことだったんですよね。 で、あの、それについてね、ちょっと思い当たることがあって、まあ、うちも、あの、昔、その、えっ、ー、と、まあ、今でも法人なんですけど、テニススクールとか、あと、プールね、あの、市民プールの運営とか、留学とか、なんかいろいろやってたんですよ。事業やってたんですよ。で、その時に、まあ、あの、まあ、アルバイト含めてこう100人ぐらいいたのね、こうね、プールなんかすごい、あの、あの監視しなきゃいけないからね。 で、そこでね、やっぱりこう、あの、なんていうかな、あの、まあ、社会でね、まあ、いろんな、あの、仕事されてることはわかると思うんだけど、1から10まで一つ一つ言わないとわかんないこと言うの。やっぱり、こうね。で、あの、一つの、あの、指示をするでしょで、それが終わったら、あの、もういこ細かいところまでね、次はこれやるんだよでね。で、これができたら、これやるんだよでね。で、これができたら、これやるんだよとかでね、もう人によっては、1、何、2、何、3、何ってこう、渡さないとできないこと言うの。 ですね。え、ところが、その1、一、一言って、すべての流れを把握するっていう子がいたいとか、あの、そこから、もっと、こうしたらどうでしょうって言ってく、言ってくる子っているのね、やっぱり。だから、あの、まあ、それもやっぱりね、あのね、国公立の子とかになってくると、やっぱりこう勉強できるから、その辺のこともあるから、あの、まあ、実際、右脳だけじゃないのかもわかんないんだけど。でも、 あの、やっぱこう、発想がね、ないことあることのね、差がね、やっぱりすごかったですよね、これはね、やっぱり。 で、あのー、そう考えると、あの、テニスもパワー同じかなと思うのね。やっぱり、なんていうか、もう、じ、あの、本人の、例えば、こう、ひあなんていかね、こう、まあ、ひらめきというか、こう、気が、気がつくとか、とか、いろいろあるでしょ。あのー、まあ、できるだけ私もね、この、なんていうか、動きとかそういうのも、あのー、せん特に戦術的なことも、気がつかせようというふうに持って行こうとは思うんだけど、でも、あの、いつまで経っても気がつかないので、ね。 のもいればで自分からこう発想していくっていう子もいるのよ、この差ってすごいよなっていうふうに思ったのね、であのまあ、例えばうちにいたこう国際級の,このレッスンの場合だったらどうなのかっていうと、あの私がある時ドライボレーの、ね、こうレッスンもしてたのよ、こうね、バンバン、であのちょっとあのたまにこう低,いボールを、ね、低いボールをドライボレーでこうあの、うん、あの持ち上げてこう入れようとするわけよ。ね、で私言ったの ドライブボレーのローで打てるわけないだろうとか言ったらね、その子なんて言うのかで、私できますよあの、だったら、あの、ここにボール出してくださいよとか言ってね、で、あの、足元のね、短,あの短いローボレーをね、ドライブボレールでショータング打ちようとね、バンバン。 おぉとか思ってね。でもう、意地になってるのもできますよとか言ってね。なんか、で、あの、じゃあ今度、あの、コーチ、こんなこともできるか、ここ打ってくださいよ。あっち打ってくださいよ。とかでね、こう、あの、なんか、コーチが指示されてんだよね。だから、いつの間にかね、あの、レッスンの課題がね、違う方向行ってんだよね。なんかね。まあ、いっか、とか思いながらやってたんだけど。あの、すごいね、発想力があるんですよ。やっぱりそこでね。 だから、そのレッスンもいつもね、大、あの、脱線するんだけど、おそらくなんか自分でひらめいたことをこう主張してくるのね、こうなんかね。で、またこれまた面白いことも言い出したりするのよ、ええー、とかってね。で、大体、コーチの言うことを否定するんだよね、なんかね。あの、ちょっとそれは無理だろ、と言ったら。いや、できますよとか言ってね、あれ、またあ、あの、あの、負けん気が強いだけのもあんのかもわかんないけど。で、そんな子のもいれば、あの、もう、なんていうかね、こう、 その一つ一つの動きも1から10まで一つずつ言わないとできない子もやっぱりいるのねなのであのそこでよく言うあの自分で気づけとか自分で考えろとかでねこうまあ今のなんていうかな、ねまあ、トレンドなんかは分かんないけど、まあ、こうテニス協会の方でもね、まあ、できるだけ自分で気が付くようにとかあのー、まあプレーセーブがそうだからねノーフォームノーグリップから始めていってで,できるだけ自分から気が付かすようにの方向で持っていこうね。 で、あの、いろんなこうフォームとか打ち方はあるけど、それは一旦こう言わないで、どういうのかまず様子見て、で、本人が試行錯誤をする中で、どうしても行,か行き詰まった時にこう、 あの、手を差し伸べていこうね。で、その方向に持っていこうね。っていう、あのー、やり方なんですよね。だから、あの、コーチとしてもちゃんと、あのー、打ち方のね、例えば、基本的な打ち方はこう、こうっていうのはちょっと勉強はしてるんだけど、それをいきなりこう言わないで、そう思っていこうでそういう発想をね、そこからこう、なんていうかね、発想させていこうっていう、こういうことなのね。で、運動学習的にそれは絶対必要なのよ。確かにね。 ところがよ、それすらできない子っていうのね、やっぱりね。あの、自分からこう思考錯誤ができないもんね、なんかね。そうなってくると、じゃあどうするのってん、こう1から、1これ、2これ、3これってと教えてい,いかなきゃいけないのね。で、じゃあそういう子は、じゃあ、あの、伸びないのかって、そういうわけじゃないのよ、やっぱり。 あのー、単なる発想だけじゃないから運動能力とかいろいろあるじゃん。発想、発想ないけどパワーはあるとかね。なんかいろいろあるでしょ、その頃ね。利点欠点はこういろんなものが入じ,じま、あの、入り混じってるから。だから、あのー、なんていうのかな。もう、この子はもう1から10まで教えなきゃいけないよなっていう子は、もう1から10まで、これ、はい、これね。次、これ、これね。これね。れねとかでね。こうやっていくわけ。 ねえー、とそうすると、あの、なんていうんですかね、あの、きっちりこう、強くなっていくのね。で、まあ、実際、あの、テニスのゲームっていうのは、サーブ、リターン、最初の、あの、ストロークと次のストロークの四本、3本か4本で、ゲームの70%が終わるわけだから、そんな複雑なもんじゃないのよね。 で、複雑なのっていうのは残りの30%ぐらいでこう、やっぱり、あの、行われていくのよ。まあ大事なことはその、あの、突拍子もないその最後の30%たくの5%ぐらいの複雑なもので、え勝負は決まるんだとは言わ,言われてはいるんだけど、それは、まあ、まあ極限の話であって、意外にこう、あの、シンプルなんですよ。極端に言うたらね。 あの、なので、あの、ある程度の、その、なんていうか、ね、ポあのポイントをさえ教えとけば、あの、問題ないのかなと思うんだけど、そのポイントすらね、あの、よく、まあ最近で言う、自分で考えろ、自分で気づけだったらいつまでたってもこう、発想できない子は発想できないよね。なので、まあ、あの、なんていうか、自分で考えて自分で発想できる子って、で、まあ、能力も高い子っていうのは、まあ、多分どんどんどん,どんこう伸びていくんだろうけど。 でもやっぱり同じ投票ではやっぱり無理なんだろうなだら。だから、あの、自分で発想できることが中にもいるもんね。あの、逆に何も教えなかった子もいるのよ。なんかね。すごい自分でね、発想力があって。なんか逆にこの子を教えるとまずいなっていうね。こう自分からこう考えていろんなことをいろんな作っていくから。だから、ちょっとまずいなって思う時だけ、ちょっとあの修正はする、したりとか、体のこう動きとか、なんとかその、まあ、トレーニング系のことをあの伝えたぐらいで。 あとはもうゲームとかそんなに関してはもう自分でこう考えさせてっていう風な、あの、こう、あの、方向でやった子もいるけども、やっぱり多くが、あの、1はこれね、2これね、3これねって言って教えてあげないと、なかなかちょっと難しいところはあるのかなという感じですよね。 でもまあそれが悪いというわけじゃないけど、その子の特性をね、やっぱり見てあげて、あの、やっぱりあの教えてあげなきゃいけない子はこう教えてあげなきゃいけない。逆にはまあその子、あこの子発想力あるなっていうのと、あこの子発想がないなっていう子はやっぱり、なんかな教える側はちょっとそれを分かっておかないと、あの、厳しいのかな。で、うまくフォローできたら、まあ問題ないのかなとは思うのね、そこに関してはね。 なので、あの、やっぱりこう自分で考えるのか考えられないのかっていうのは、ちょっとそこはね、ちょっとうまくね、あの、どういうんだろう、えっ、ー、と、抑えてこう指導した方がね、やっぱりベターなんじゃないのかなというふうにこう思いました。 あのー、やっぱり、えー、逆に言えば、なんてうういう怖い話だけど、その子の、なんか、社会人になってからの道もわかるよね。こいつ、ちょっと、あの、なんか、あまり考えないから、多分、これ、あの、あの就職してから多分、ずっとこれ、あの、上司に怒られてるだろうな、とかね、<laughs> いうのもね、なんかこう、そういうとこかはね、こう、なん、なんとかね、こう、あの、なんか想像つけてきて、ぷっとこれ、笑い、笑い、あの、笑いが出出てるとこもあるんだけどね。 でもやっぱり、何て言うんだろう、あの、自分でもそういうね、利点欠点っていうのはちょっと分かった上で、やっぱりいろんなものを取り組んでいった方がいいんじゃないのかな。で、やっぱり発想できる子っていうのはもうほんととんでもない発想を始めちゃうことが多いから。だからそういう子もいるんだなって。で、それを、あの、うまくちょっと考えていけば、ね、あの、発想がないかも分かんんだけど、自分の知恵でね、理論と知恵でそれをフォローしていくっていう子もね、あの、まあ、実際いるので、ね。で、また話違う、変わるけど、 あの、発想じゃなくて、も理屈で考えまくる子もいるのね。<laughs> なんかね。あの、昔いた子でね、ちょっと頭良くてね、あのー、あの、大阪大学入ったんだけど。それでも、まあ、ま、テニス上位にいるのね。こうね。塾も塾行ってないんだよ、ギリギリまで。こう中学の終わりぐらいからな、塾ちょっと行ったの。それまで塾行ってないと大阪大学で,、ね、で。その子ってめっちゃ頭良い,いから、あのー、なんていうのね、今度ね、一1、2、これ、3、これって、リズムで言うんだけど、理論的に言うのね。でも、その理論的に言ったことを、その子の場合は、逆にこう、 発想できたのねじゃあこれとこれとこれやったらこうなのかなとあれとこれやったらこうなのかなとただ右脳型の発想じゃないよねなんかこう簡単な理論型の発想だよねだからそのピンとくるくるくるひらめきというんじゃなくて理屈を考えるのがすごい得意な子いるからそういうことが考え,あの考えるタイプなのかなというのを思ったのね なのであの、最初の方に行った、そのなんていうのかな、あのうちにいたねこう、アルバイトとかそんな子であの、えー、国公立の子っていうのは、いろいろ発想できるっていうのは、発想というか、理論でか多分考えられるんだろうね、そういう子っていうのはね、あの発想力というよりね。あのー、なので、あのーまあ、理論派なのかで、感覚派なのかっていう方向から見ていても、その子の発想っていうのがこうこう見えてくるのかなという感じがしました。 えー、なので、まあ、ジュニアの皆さんとかね、もう、あの、ちょっと自分っていうのをこう、あの見ていって、あの、発想が多分自分ないな、とかね、思ってもね、あの、落ち込むことないから。絶対ね、プロでもね、なんか体のどっか悪いとか、ね、ああいうかいるからね、ね、か体なんかあるのね。だから、<laughs> その悪いことを知ったの、悪い、自分の欠点をしてるというのも武器なのね。逆に言えば。そこをフォローの仕方を知ってるから。その自分の、あの、欠点を知らないということも問題なのよ。そこをね、ちょっとうまくね、抑えていって。で、またお父さんお母さんよく教えてる場合もあるんだけど、あの、やっぱりこう、うちの子は座るのかなとかね、ちょっと考えて、あの、手段もね、考えてもらえばいいと思うし。で、特にあの、なぜ、うの開発っていうのは低学年からやった方がいいって、12歳までが、まあ、勝負だと言われるから、 あのー、一回ね、あのー、ちょっと、なんか下の方で、まあ、あの、概要欄に出しておくけど、まあ、ググってもらって、ちょっと、右脳の、あの、開発的なことっていうのも、私もそこまで詳しくわからないから、でも、あの、役に立つと思うから、あの、特に低学年の子はそういうのを取り組んでもらった方が、ちょっと、もしかしてなんかいろいろなものが見えてくるのかもわかんないですよね。えー、今日は発想についてでした。ね。ちょっと参考になればと思います。えー、とえさん、頑張ってください。